Hi, good morning. This is Tom Fishing Trip. 皆さんおはようございます。Tom Fishing Trip へようこそ。今日ですね、皆さんにデプスから出た新しいルアーの紹介ということで、今回紹介したいのがこちら、イボークゼロ120タイプですね。で、こちら、今月ですね、釣り具屋で買ったんですけれども、今すごく人気のルアーということで、特にこの、ボーンシャットカラーっていうですね、キムケンさんが元々、オリジナルで使っていたこのカラーがね、今すごく人気でちょっとゲットできたんで、こちらのですね動きをチェック今日してみたいと思います。で、ここに書いてある通り、長さが12センチで、ウェイトが 29.5g ということで、そんなにヘビーじゃないタックルなんで、今回は、こちらのですねヒュージカスタムのロッドと、あとはリールアネスコピン XT、古いリールなんですけれども、このセットでちょっと投げて巻いた感じとかね、ちょっと調べてみたいと思います。で、中身どうなってるかってところですね、ちょっとチェックしたいなというふうに思いますので、開けてみようと思います。前からの方がいいかな。こういうふうな感じになってますね。ないのが特徴ですよね。リップがなくて、で、今回特徴としては、こちらフックが4つついてるっていうのが特徴的で、あと後ろはね、普通の3つのトリプルフックなんですけど、このペラがあるんで、バズベイトみたいにね、ノイジー系の音を出すと。上からのフォルムはこんな感じで、デプス、イボークゼロ120と、ね、書いてますね。じゃあこのセッティングね、ちょっとやってみたいなというふうに思います。ではちょっと投げますね。すごい甘いポップ音って感じですね。そんなうるさくない系。という感じでね、見ていただいてありがとうございます。本当に、この大きさ120でね、もう一つ大きいタイプまた出るんですけど、僕的にはちょうどこのベイトジェットでね、投げる感じにはいいかな。飛距離も十分出ましたし、あと巻いていく感じもですね、すごくこう巻きやすかったです。で、今後どういったシチュエーションで使っていきたいかってところなんですけども、ちょっと冬の時期は難しいかもしれないですけれども、例えばその秋のねボイルしてるところで使えるとか、あと日本以外のところでは、マレーシアとかタイとかのトーマンですね、チャドと呼ばれるタイでは、こういった魚はですね、ポップオンもう少しちょっと強めの方がいいかなと思うんですけども、十分にそういった魚にもね対応していけるようなこうルアーだなというふうに思ったので、海外遠征行く時なんかでもね、このルアーって使えるんじゃないかなと思ってます。で、ちょっと気になってるのが、ここのリアがねすごい強いフック使ってるんですけれども、4つついてる分、多分これリリーパッドとかですね、障害物引っかかりやすいところで使っちゃうと、すぐに藻とか絡んじゃってあんま釣りにならないなってところがあるんで、その辺ちょっとここダブルフックにするとか、そしたらちょっとフッキングどうなるかってところあるんですけれども、そうすればここは割合多分このペラがあるんでね、引っかからないと思うんですけど、リアがかなりこうちょっと開っちゃうんじゃないかなっていうところがちょっと心配な点ですね。あと今回はそのスナップつけてはいるんですけれども、巻くスピードをですねちょっと弱めたり強めたりしていくと、やっぱりこうまっすぐ泳がなかったりっていう時もあったんで、一定のスピードで基本的にはこう巻いてくるっていうのが使い方としては大人なんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日ですね、イボーク
の0120ということで紹介させていただきましたけれども、またちょっとこんな感じで新しいルアーとか出たら都度皆さんに情報の提供の方していきたいと思っております。 Alright, so thank you very much for watching today. I'll see you next time.